それではですね、皆様お待ちかね、東京都立鷺宮高等学校昭和42年卒後期同期会、これより始めたいと思います。まず、司会は私、2年9分3年6分の荻原です。それでは、ここで大会の挨拶はもう代表幹事の西留正三君にお願いしましょう。これ会長、本日はみんなの多い多数で、ご参加いただきますけども、ありがとうございます。最近ちょっと発熱が悪くなりましたので、途中お聞き苦しいことがあるかもしれませんが、ご了承ください。発熱が悪いのは女性では少ないし、女性に射殺が少ないというのは口を動かすことに多いから。なぜ口を動かすことになるのか、これは同じことではしゃべるんだけど、次に強いエネルギーが男性の3分の1ですに、というのは詰まっているに実施されています。口が多く動く別におしゃべりと言います。ここでは入手としてかなり重大。前回は、ということでございますけれども、やっぱり5年早いものでございまして、途中いろいろありまして、世の中非常に変わりました。私もここに来て、皆様が誰のお好みになったんじゃないかなと思って、ご参加を廃止ましたけど、何を図るのか、そういうのもない。中には、少し若返っていうのはないかというふうに思われて見たことも見受けられます。人間の筋肉というのは年を取っても鍛えられるそうです。若さの疑問も同じだと私は思っております。ひょっとしてそれは私のことではないかというようなことになったんですが、いらっしゃるわけでしょうか。非常に、自信を持ってください。私のプラスをお願いいたします。今回中身の中にも書かせていただきましたけども、この会の赤字会長プラス事項でやろうということで、途中いろんな、企画もしております。短い3時間ではございますけども、ぜひとも収録を楽しんでいただきたいと思います。この会を開くにあたりましてですね、4、5回にわたりまして、忙しかったのか暇だったのかは思いませんけども、貴重な時間を割いていただきまして、楽しい、会議会を設けていただきました。感謝の方々、これその場でもって感謝の方々をご受けください。感謝の方々をご受けください。感謝の方々、改めて本当に申し上げます。どうもありがとうございました。じゃあ歌いましょうか。これはね、はい、今度はする。